ご視聴ありがとうございます。ハレリアプロスの斉藤智春です。始まりました第54回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。今回はですね、ゲストの方にお越しいただいてます。ヒップキャラクターベッドソクウェイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ペトル・ソフレス選手といえば、もうただ強いだけじゃなくて、うん、もうね、世界中のプロの中でやっぱりリード・デュッカー、ペター・ソチュレック、この2人ね、うん、ハンサムトップ2みたいな感じで言うね。僕そう思う。あ、そう思う。ちなみにどっちの方がかっこいいと思う？ハンサム、僕。おーナンバーワンハンサムプレイヤーにお越しいただきました。結構 GP 千葉に向けて、あのペトル君早めに日本来ていて、でこの動画も出てもらってるんですけど、うちに何日か泊まってくれたんだけど、毎日トレーニングとかしててすごいよね。うん、なんで？マジック強くなりたい。あ、やっぱりマジック強くなりたいからトレーニングしちゃうよね。うん、俺もしちゃう。ペトル君日本語上手だけど、どこで勉強したの？まず自分だけ。その後少し大学で勉強した。あ、大学でもやったんだ。うん、さて、ところで本日は、基本セット2019の発売日ということで、最新のスタンダードやってみたいと思います。ハレリアではね、まあ、いろんなプロがこう作ったデッキをね、たくさん SNS で Twitter とか Facebook で上げてるハレリアウェイファインダーっていうサンプルデッキ集があるんですけども、そのデッキを、2つ使っての対戦となります。よろしくお願いします。お願いします。日本語を教えながらやる。うん、いくよ。ちっちのち。すいません、10。8、先行。ちなみに、エアコンが壊れてます。じゃ、今までのハレリアコンバットで最も熱いゲームを返したいと思います。気温的に。じゃあ行きます。お願いします。終わり。終わり。終わり。なかなか何もできないな。お互い何もしないスタート。同じ。終わり。僕が使用しているのはマルク・トビアス選手のデザインした白黒ライフゲインデッキです。ライフゲインっていうテーマはなかなか珍しいですね。これでマイナス33点ゲイン。いいよ。じゃあ23終わり。お、どっちが止まった。負けた。負けた。早い早い。ちょっとじゃあ思い切ってトライ。終わり。おお、ナイス。ベターベターなキャンプ系。引きます。まず出そう。まず出します。これは最後の時に、これはこれ行こう。3点回復。1枚。26。なかなかいいね、このカードはね。おまけついてる。終わりです。
そのちょっとこれ大事大事なのが来ました。え、突然アクティブじゃん。22終わり。いいね、今の行くぞ。オラーズカの教文、オラーズカコンボ、ノスノスコンボ。いや、おとなしくここは時間を延ばすか、これ。はい、いくら6、マイナー6、6点減、28。終わり。長引いた方が有利になりそう。もう一度行くぞ。もう一度。24。かわいい。引くぞ。これの単価いいね。7000回復。31。上から7枚目に。これ、しばらく生きてれば勝つ。うん、感じです。はい、27。いきます。感じです。さすがマルク飛び足。ややこしい天使。シティブレッシング。これシティブレッシングで。で、これ生贄で3点を回復して1枚引きます。すごい。いくぞ。天使。サイクリングで2点はい30でカードに引きます。終了ステップに天使天使終わりです。回った。なんか土地2枚だけどすごいキープしやすい。これによってなんかキープしちゃうっていう。 OK、 いいですか。本心っぽいリアクション今のカーッ。無理。こっちがまた止まった。うん、元気に元気にいってみよう。終わり。もう一度使う。はい、
ブロッカーあーすごい困る。ちょっと苦しはい4 21強い。勘弁したけろ。4 8点11。はい、まだいける。ラストチャンス。はい、似合うね、グリックシスミッドレンジ。ジョン・インペトルが使ってる、グリックシスミッドレンジはコバルスキー先生のプレゴジュ・コバルスキーのデッキに対する。はい、9。2代目どっちも合ってる、うん、2代目だとクールだけど結構。今日の接近12。これ次のターン負けなければ接近引いて勝てるかもしれない。これ祈るしかないね。神様、仏様、天使様。接近来い。フック。 OK、 Go next game。 3枚しか入ってないからね、そんな都合よくいかない。はい、お願いします。お願いします。最後のゲームだ。絶対勝つ。絶対勝つ。先手土地1枚はマジック、大体マリガン一色しか出ないし、マリガン同じキープします。今度は土地が2枚あるから。どう、キープ少ない。上でいいか、上でいいか。かかってこい。いいね。いくぞ。構成の泉、これは知ってる、知ってる。アップキープ回復する。3マナで生贄で引く。どう、ドロー。あ、そうだ、1回回復21。これなんか出さなくてもよかった気がしてるから。
これで追放OK だったかも。1点回復、でも1ターン目から置くとすごい回復するね、たくさん。まさかの、もう勝ちでいいんじゃないこれ。レアケース、カード引きます。はい、追放。終わりです。5点になっちゃった。ラウンド5待ち。1点いきます。お、うん、これ置いて終わり。神様詳しい、日本語詳しい。2種類終わりです。はい、22分。終わり。カード引きます。はい、これで回復で、はい、25いきます。あと1点、マイナス1。いいよ、回復26、終わり。終わりすぎ。ああ、遅い遅いね。いきます。これで1、いきます。おお、すごい。これ何すごいぞ。すごい、勝ったかな。これ使います。はい、アブレードあったらこれでサッカー勝ったらダメじゃんね。ドロー、追放、救いがあります。うん、ファイブサイド、どうしよう。ライフ分学べます。フリップした時に5点回復だから31になって、31ブラックマナ。初めて31万円を出した1枚の土地からこれ全部黒マナでこれ入ります。25マナ残ってます。白マナ追加して6マナ使って残り19黒マナで服用の接近7点回復して
38でここに置いて、で7点回復したから7枚カード引きます。うん、してで、これも引けちゃう。じゃあ残り黒19万で福山の接近だけど。すごいこれ、なんだこれ。というわけでお送りしました、ハレリアコンバット、いかがだったでしょうか。ペトル君、せっかく来てもらったから、皆さんに何か言いたいことあれば言ってってもらおうかなと思うんだけど、英語でいいですか。英語でもいいよ。 OK, I love Japan and I'm gonna be here until Grand Prix Chiba. So if you wanna say hi, I would be really grateful to just have a small talk or something. So definitely come to say hi.皆さんね、ぜひ見かけたら声かけてみてください。ハレリアトーナメントセンターとか、まあ、グランプリ千葉会場とか、まあ、その他、ね、いろんなところで会えるかもしれないんで。ということで、ちょっと宣伝なんですけども、今回ね、この使わせてもらった2つのデッキ、この両方ね、あのハレリアの、オンラインストアでデッキ販売もするそうなんで、ぜひちょっと見てみてください。それとですね、ハレリア YouTube チャンネルの方が1万人のチャンネル登録者数到達ということで、かねてより企画されていた YouTube スペースを使っての収録も現在鋭意企画中ですので、お楽しみにお待ちください。今回はね、ここまでということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。